司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。日本人が遺言を書かない書けない理由として、その残された家族にこうどう思われるのかが心配不安だということが挙げられると思われます。遺言を何か書くとどうしてもこう不公平感が出てしまうので、残された家族にこうよく思われない。まあ実際たくさんもらえる人にはよく思われるかもしれないけど、たくさんもらえない人にはよく思われない。そういうふうに思われるのが嫌ってい う, こう日本人の気質というか、その相手からよく思われたい、でどの人からもよく思われたいっていう気持ちが強すぎて、逆に遺言が書けないということがあるみたいです。まあ、詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。